こんにちは、トイズガオです。本日はこちらデラックスアナザーウォッチセットボリューム2です。はい、プレミアムバンダイ限定の、アナザーウォッチのねセットです。ボリューム2なんでね、前回のこの、パッケージの方前回と比べると、このようにねちょっと大きくなってます。で、前回は5種類だったんですけども、今回は6種類ということで、はい、このようにアナザークーガウォッチ、アナザーダブルウォッチ、アナザーガイムウォッチ、アナザーオーズウォッチ、アナザー電王ウォッチ、アナザーゴーストウォッチと、ダブルとクーガーと電王は、映画の方で登場してますね。あとゴーストとガイムとオーズはテレビの方で出てますね。でもこのクーガダブル電王もテレビの方にね後々登場するのではないかと思いますけども、はい、前回と同じでね、この本体があってカバーパーツを変えることで本体のボタンを長押しでねこのアナザーライダーを切り替えるということになってますね。はい、それでは開封していきたいと思います。はい、今回なんかテープがめくれているので、これをめくってカッターを使わないで開けたいと思います。はい、うまいことテープが取れました。はい、ということで、このね、本体に1個このアナザーオーズがついてますね。で、このカバーパーツが5枚入ってます。ちなみにボリューム1の方はね、このようにアナザービルドがついていて、カバーパーツが4枚横に重なってますね。はい、このカバーパーツが1枚増えたので、このね箱がちょっと大きくなったという感じですかね。はい、それでは取り出します。はい、本体の方ね、デザイン的には前回と本当同じで、入ってる音声がねこの6種類入っていて、前回のは5種類入っているというところですね。はい、そしてこちらがカバーパーツ。はい、5枚入ってますね。やり方は前回と同じで、はい、カバーパーツの替え方は回して取って、はい、これ取り付けて回します。はい、はい、このように取り付けできますね。はい、そして絶縁シートを抜いてボタンを押すと、まず1回目に変身音、そして2回目にアナザーウォッチ破壊音、そして長押しするとキャラクター選択音が鳴ります。はい、ではまずね単押しで2回鳴らしてみたいと思います。はい、そして長押しすると、キャラクター選択音、次の、このオーズだと、アナザーガイムに変わります。ガイム、はい、ここでアナザーガイムのパーツに変えます。で、ガイムに変わったら、変身音の方がガイムになります。
はい、では、順番にやっていきたいと思います。はい、単体遊びは以上となります。
はい、ということで今回はデラックスアナザーウォッチセットボリューム2をご紹介しました。はい、まあ、前回に続いてね、アナザーライダーの、劇中の音声が楽しめるということで、まあね、本体は1個だけなんですけども、まあ、カバーパーツを取り替えれば長押しでね、切り替わると。まあ、音声的には、まあ、単体遊びで遊ぶのが、まあ、劇中再現なんですけどもね、まあ、軸ドライバーで遊ぶというのは本編にはないですけども、まあ、その辺もちゃんとね、アナザーライダーの個別の音声が入っているのでね、電王ライドウォッチとアナザーウォッチの電王のモードでね、セットして、そういう面白い遊びができたりしますね。はい、これね、ボリューム2なんで、まあ、ボリューム3もね、多分あるんじゃないかと思いますけども、次のアナザーウォッチセットは、ミラーワールドの、リューガと、あと、ジオライドウォッチのね、逆バージョン。ミラーワールドバージョンのね、その2個のセットになってますんでね、まあそれがあって次のボリューム3が出るんじゃないかなと。まだね、そのボリューム3が出るよっていうね情報はないので、まあもうそろそろあってもいい頃じゃないかなと思いますけども、まあ、ボリューム3がね発送される時期っていうのはもうジオも終わっちゃってる頃だなと思いますけども、まあこのようにね敵のアイテムもねどんどん出していただければなと思いますね。はい、ということで以上トイズガオーでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。